はい、量子ロッカーでございます。これを2つ作っておきました。これがあれば他のストレージ、他の量子ロッカーと中身を共有することができるらしいので、ちょっとこれを活用して、前回言ったね、基地、こちらですね、アルテラ施設の、何なんだろうな、コッパ、このマークってコッパなのかな。まあ、ここの基地の方に改めて向かおうかなと思います。今回もいろいろ手に入るとは思うんだよね。で、前回、その量子ロッカーを見つけたのが、この基地マークの、この上あたりだったんだよね。ここら辺で見つけて、ここら辺。ここら辺で見つかった量子ロッカーを早速活用しようかなと思います。ちょっとね、試しに一回使ってみたいんだよね。どんな感じなのか。これはストレージ、クイックスロットに割り当てる。これ展開ってさ、地上じゃダメなのか。で、ちょっと試しにね、もう一個置いてみます、ここに。2個あって初めて意味をなすものなんだよね。で、例えば、ごめんね、ちょっと実験台だね。この子を、この中に入れると、フェザーフィッシュがこの中に入りました。そうすると、はい、こっちにも入ってるってことなんだね。なので、そうだ、ちなみによ、これ物が入ってる状態で回収できるね。いいね。だからシンプルに手持ちの容量も増やせるっていうことにもつながるので、やっぱりなかなか便利なんじゃないかな。これをしっかり活用して、また前回の場所に、どっちだろう、あっちらへんかな、戻ろうかと思います。はい、戻ってきました。ここにとりあえずビーコンを置いときたいね。まずビーコンを置いといて、これを地上にも置けるよね。ほいと。で、ちょっと場所がよくわかんないから、とりあえず、ボポボ。はい。まあ、後で名前変えるけど、とりあえずビーコンを立てとけば、これで視認できるよね。で、色をしっかりと緑にすると。こうやって色を変えれば、まあ、わかりやすくなるね。んで、まあ、さっきも試したけど、多分地上には量子ロッカーは置けないだよね。これで、いた。え？あ、置けるやん。基地内じゃなければ地上でも置けるんだ。これ便利だな。で、はい、魚ちゃんと入ってるね、フェザーフィッシュね。オッケーオッケー。じゃあ、これをまあ持って、手に持っていく必要はないから、これを持ってまた改めて探索しようかと思います。で、多分こっち側に、左側、南方面に何かいろいろあるとは思うんだけど、前回量子ロッカーを見つけたのがそっちではない逆方向だったんだよね。なんでまずこっちからちょっと深掘りしようかなと思ってるんだけど、これだね、この端の方。なんかあるかな？これなんだけど、ここには上からしか行くことができなくて、ここに向かえるか。結局、基地っぽいところにまで行かないとぐるって回れない感じかな。こっちから登れる？しょ、まずあったかいんだから。で、あ、行けるね。登れる登れる。でも多分橋がかかってないとか、そんな感じなんだよな。なんかスキャンできる？そういう感じじゃないね。あったかいんだから。ずっと出てて。これこれこれ。なんだこれ。お、スキャンできる。破裂した作動油。作動油？夜なのが惜しまれるな。伸ばす。作動油レベル要確認。ん？ん？ん？これか？
作動する、動作するには作動油が必要。ちょっとな、今冷静に確認できないから、この先に何かあって橋を架けなくちゃいけない。それは確認した。 OK、 一回ちょっと落ち着ける場所戻ろう。はい、今取ったのがこれだ。作動油、ゲルサック、ゲルサック4つで、あとクリープバインの種。まあこれは問題ないとしても、ゲルサックか、ゲルサックまだ見てないんだよな、ビローゼロになってから。なんでちょっとまあ後回しにはなるけど、ゲルサック見つければこの作動油が使えて、あの橋が下ろせると。橋を、おお気持ち悪い、これ上に目ついてんの、どういうデザインやねんクリーチャーだな、怖っ。となるとこの奥だけなんだよな。ちょっとな、気温が心配なんだけど、てかここ来たことある場所は、おお、ファイロボティクスセンターね。あーあ、あったあった、フィーバードペッパー。これそんなにお腹が満たされる、いやでも1515で満たされるから、まあ体温はおまけみたいな印象しか今のところないけれども、まあ食料として優秀よな。両方満たしてくれるってのはでかいね。おお、ああのマークがやっぱあれだね、このゼロに縦線のマーク、あれファイって読むのか。なんか前編集でそういう風に書いたような気もしたけれども、忘れるよね。ちょっともうちょっと他の場所を探ってから。おお、何をやってたんだろうね。ここでここも開けてるね。ちょっとまず他の場所をぐるっと見てから最後中に入りたいね。こっちとかね、なんかあるんじゃないの。フロストベースプラント、まあちょっとまずスキャンしようか。あ、水の浄化処理に使用できる成分を算出する。あれ、これもしかして今回今あったかな。あ、これこれこれ、この消毒済みの水を作るのに必要なんじゃないの。これ要素を含んでいる。要素って何だったかな、水をろ過するやつだったっけかな。ちょっと都合よく解釈しすぎ。でまあ今こうして見る限り飲み物の項目設計図がアンロックされてるわけじゃないから、まあ、今現状は使い道がよくわからんって感じだね。うん、一応ちょっとちゃんと取っとこうか。これ栽培できそうだしね。おお、つららが落ちんのかい、そういう予算のね。 OK、 把握。これはこれはよくわからんけど、なんだこれ、スパイペングリンの残骸、なんだろう、新しい要素だな。はい、スパイペングリン、遠隔操作式の観察ロボット。あー、これを使って探索するんだね。あー、で簡単に作れるね。なるほど。あ、人間には狭すぎる空間の探索には特に効果的である。さっきなんか狭い場所あったな。これを使って探索しろってことか。これだね、ここのことを言ってたんだね。ここにさっきのロボットを入れて探索しろよと。いや、しゃがむボタンがないかちょっといろいろ確かめちゃったけど、そういうことなんだね。まあちょっとまず他の場所を探索してだな、とりあえずそっからな気がする。でここにどっかで見たことがあるようなチップが落ちてるんですけど、ここに設計図があるよみたいなことなんじゃないの。パスファインダーツールありましたね。一発で作れるようになるかな。はい、来た。これはまあ前回も僕ちょっとだけ使ってたから、まあ馴染みがあるっちゃあるものだね。うん、最大20枚のディスクを展開可能。これで道しるべを作れると。だから入り組んだ地上とかでこれを使うのはかなり有効なんだろうね。うん、これも一応ピン止めしときましょうかね。そしたらじゃあ、あの印象的な扉の中入ってみようか。もうちょい他の場所もありそうなんだけど、ちょっと夜で暗いし怖いので、先に部屋打ち当たろうかなと思います。それだね、ファイロボティクスセンター。こっちの方には何もないもんね。
この上がね、まだいけるんだけど、怖いのよ。怖いから後回し。水持って。うわー、ちょっともうつらら怖いんだな。これあったかいんじゃない？オッケーオッケー。はい。あー、ここで働いてたんだ。ぐっしゃぐしゃじゃん。結局サムがどこで死んだのかっていうのは確かわからなかったと思うんだよね。ファイロボティクスセンター、うん、あ、バッテリーやん。バッテリー嬉しいけど、今ちょっと手持ち圧迫するだけだな。おおお、早速何ですのこれは。スノーフォックス用ホバーパッド、何それ、全然わからない。はい、もう作れるようになる、作れるようになったのかな、なったね。ホバーパッド、スノーフォックスの充電と修理ができる。いや、スノーフォックスが何なのかわからんのよ。お、なんだこれ、え、何これ、大部屋、シンプルすぎん。はい、大部屋、でかーやった。あ、これいろいろ置けるな。大部屋用仕切り、うわー、はかどるやつやな。これありがたいな。いや、ちょうどロッカールームをそろそろ作らないかんなーと思ってたから、これはいいのでは。大部屋用仕切りのドア大部屋、大きな部屋。ただな、プラスティールインゴとあって、何プラスティールって、プラスティール、チタニウムインゴットとリチウム2個、あ、作れるな、これも作れますね。うーん、これもちょっと、あー、ピンさせないや。作ってないもの羅列させときたいんだけど、まあいいか。この上の通路には、特に何かある。お、これ入れんのか、あ、入れる、こっちも入れんのか。あー、ここ通ることはちょっと無理そうなので、こっちから行こうか。何かあるかな。お、なんか今反応あった気がした。ないか。まあ、消費アイテムばっかなのかな。そろそろ量子ロッカーの出番か。もう、あ、もう持てなくなるね。カウンター。はいはいはい。これは普通に装飾用だね。ありがたい。で、ここら辺は？これは、あ、パワーセル充電器。これ待ってた。これがあれば、いや、今回ね、行く場所が分かりきってたから、置いてきたんですよ。あっちの基地の方に C トラック。ちょっと重なって見づらいけどね。これがあれば、自由に、ムーンプールなくても使えるね。うん、高度配線キットリチウムだから作れるね。ありがてえ。ジム。事務室ってことか。こっち側は入れるね。キッチンもあるな。ヒーターとかあるけど。お、小型フラスコ。これは完璧装飾用で、大型フラスコ。さあ、置けなくなったので、ここで、量子ロッカーを展開させて、待ってましたって感じだな。で、こん中に、まあ、素材系をぶち込んじゃって、まだ入る。まあ、でもとりあえずこんなもんでいいか。とりあえず一回ここに置いとくか。で、拾ったものは全部この中に。いいね、入れちゃえばいい。でかっ。まあ、こんな感じで入るんだったら何でも入れちゃう。さあ、事務室。なんかあるかな。ポスターね。はい、ポスター。これは、あ、保温ポット。まあそんなに、なんか今回も一応持ってきたけど、あんまり使うイメージが湧かないな。あ、PDA。PDF。これなんか暖房器具っぽいからなんか取りたいけどね。これスキャンできるわけじゃないんだね。まあ、となる、お、水がちゃっかり置いてあるけど、まあこんなもんかな。こういう端っこになんかこっそり置いてたりとかもしそうだけどね。まあ事務室はこんなとこか。
んで、いらないものを預けます。これで満パン。満パンになったから、これ持てなくなっちゃうとまずいので、これを手に入れて、あとこれだけ収納ができると。まあ、間違いなく収納量は増えるから、量子ロッカーはもう常に持っていく確定だな。便利便利。フラスコ多いな。ポスター？こっちはキッチンだね。あ、コーヒーメーカーね。悩まされて、あ、冷蔵庫。冷蔵庫発見。ほい。これなんか実用性あんのかな、冷蔵庫って。食料を冷たく保ち、腐敗を防ぐ。あー、あ、じゃあ生き物を焼いたらあん中に入れとけばいいのかな。PDA。まあ、後でまとめてみようかな。こんなとこか。これは脱出できないか。オッケーオッケー。いやー、やっぱ収穫盛りだくさんだな、この人工基地の中は。いいね。そしたら、先にこっち見ようか。あー、でもな、いやー、これがなんか最後の最後な気がする。だから、この下の段のこの部屋、こっちまだ見てないから。ここにもなんかいろいろお宝あるんでしょ？ Sam loved working here. She told me so. この中だったのかな、サムが実際。なんかさっきからサムのログいっぱい手に入るから、ここで働いてたんだね、この建物の中で。まあ、ここが職場だったとは言ってたけども。お、テクノロジー、スノーフォックス、3分の1。まあ、とにかく、ここは、ストーリーを理解する上では欠かせないと見た。他になんかあるかな。こっちはいけないのか。なんだこれ、浄水タブレット。はい。ほ、どうやって使うんだこれ。あ、雪玉と組み合わせる。飲用水を作成できる。あー、別に いらないか いらなくね ああ、そうですか みたいな。お、氷河盆地のマップ。あ、これありがてえ。ああ、地図だ。これありがたいな。スパイペングリンでアクセスできる探索済みの調査ロケーション。今のところ穴一つだけ見つけたけどね。他にもあるってことなのかな。あ、1、2、3、4。あ、ご丁寧に教えてくれるわけね。あー、これちゃんと使えよと。まあ、次回かな。ちょっとちゃんと使って探索しようと思います。ネームプレート。ゼータランドン。ゼータランドンの部屋。お、ちゃんと部屋じゃん。ちゃんと部屋だ。救命キット、もういらないんだよな、救命キット。さすがに持ちすぎだよな。ちょっと、2個ぐらい捨てちゃう、もったいないけどね。他には？ここら辺は、ああ、水が手に入って、水もちょっと使っとくか。まあ、水槽だね。これはもうアンロックしてるから、特に。コールドスーツ。はい、こういうの待ってたよ。作れるようになったねー。はーい。コールドスーツ、寒い場所で探索するためには欠かせないものと。まあ、名前の通りだね。これってどうなんだろうね。これ一択なのかな。他にも種類があって、毎回着替えるとかだと若干めんどくさいイメージがあるが、まあちょっとこれも作れるのかな。ちょっとチェックだけ。お、なんかいっぱい出たな。グローブにヘルメット。なんだこれ、スノーストーカーの毛。嫌なやつが出たな。こんなやつを倒さなくちゃいけないの。いやー、怖いな。なんだこれ、スノーストーカーって。まあ、今できることではないけれど、いつか作らなくてはいけない。よし、把握。お、ジュークボックス用ディスク。これありがたいな。これ地味に嬉しいな。で、ゼータのベッドと。
まあこんなところかな、ここで得られるものは。したらさっきちょろっと見ちゃったんだけど、ここがサムの部屋だったらしいんだよね。ほらサムのベッド、ここで生活してたんだよ。ほら、ね、何が始まるの？バイオハザード7、レジデントイーブル始まる？そんなわけはないけど。はい、とりあえずベッドスキャンして、え、奥行けんのかこれ。怖いな。先に他のものちょっとそろそろ PDA は漁るか。他にスキャンできたりするものはアートを入手。まあ他に調べられるものはないね。先にちょっと PDA 見ようか。情報。はい、今一通り PDA をちょっと見てみたんだけれども、サムは氷漬けになってるリバイアさんの中にあるカラーの細菌のことをやたら気にかけてたんだよね。ただそれは、漏洩しないよっていうふうに周りから諭されていたんだけれども、それとこの大崩壊と何か関係があるのかはまだよくわからないね。まあ、とにかく前回と引き続きカラーっていうのがやっぱりキーにはなりそうな感じだね。まだちょっと全貌は見えないけれども。じゃあ、ちょっと待てよ。なんか普通に行き止まりっぽかったな。この先行きましょうかって言おうと思ったら行き止まりでした。あ、行けないか。あ、じゃあここはこれまでだね。だから結局なんで荒らされたのかっていうのは、これ取れないよね。なんで荒らされたのかっていうのはちょっとよくわからないって感じだね。そしたらこの中で残すところはあとあそこだけ。なんだこれは、ダイレクトエイリアンなんだよな。エイリアン直付け。怖い。ちょっと待って、スキャンできるけど、ここら辺は何もない。スキャンするか。アーキテクトのテレポーターまであるの。わお。この文章を見る限り中距離テレポーターらしい。ただ双方向にペアリングをさせないとテレポートすることができないって書いてあるね。今は使うことができないけど、いずれまた来るっていうことだよな。ちょっとメモしとかなくちゃいけない案件だねこれ。サブノーティカは割とメモが大事だから、これまた来ることになりそうだね、ここもね。他は特にないか。まあ肝はこのテレポーターってことか。まあ設計図はいっぱい手に入ったけどね。 OK、 じゃあこの中は、洞窟の中はこれで探索終了だ。まだちょっと見てない場所あるからね、もう少し探ってみようかな。いや、めちゃめちゃ広い。うわー、なんかいるな。ああ、スノースポーカー。いや。ちょ。あ、来てる。嫌です。あ、追い詰められてる。ちょっと。戻りたい。無理。あ、ここ。ペングリンのあの機械で行く場所じゃん。ちょっともう、やめよう。帰ります。早く帰って。どっか行け。OK。帰る。これもう後回しや、こんなん。じゃあな。お疲れ。怖っ。ジテッコあったな。ジテッコ見つけちゃったよ。来た。ジテッコ。これ取りたいな。ただもう手持ちがね。あと3つ。1、2、3。取っちゃう。インベントリ満帆。消費できるものね。ちょっとバッテリーとか持ちすぎてるんだけど。一度帰りたくなってきたな。で、ここは、またスノーストーカーがいる。いるー。やばい。うわあ！あ！ちょ待って！
ちょっと待って。やだやだやだ。こんな終わり方やだ。ああ、怖い。ああ、怖い。もうやだ。あんなのやだ。回復するもんね。だからやなんだよ。わあ、もうつらら。はい、スノーフォックス。これで、スノーフォックスできた。これスノーフォックスで行くべきなのでは。これ乗り物やね。自鉄砲使うやん。作れるやん。ピン止められないやん。いやー、これちょっと次回以降に繰り越しだな、ここの探索。まだまだできるぞ。ギリギリまで探索したいけど、もう手持ちも、やばいし、寒いし。ちょっと待って、落ち着け。スノーストーカーはこの中にまで入ってくると。はい、またかい。この上はなんだ？なんかここに来ると毎回天候悪くなるから、コールドスーツ作ってからの方がいいのかな。まあ手持ちもいっぱいだし、これはもう一回帰れという典型のような気がしてきたので、ちょっと今回一回だけじゃ探索しきれなかったね。ちょっと作んなくちゃいけないものもいっぱいあるから、ちょっと次回は作るべきものをザザッともう作っといて、でまたここの探索始めてみようかな。ちょっとね、あんまりうかつに近づきすぎて死ぬのはごめんなのでね、いっつも言ってるね俺ね